エシカル、はい、って何。いや、さすが。こちら神戸市中央区にありますコープ神戸山手店にやってまいりましたけど、買い物に来たんやないんです。今日はですね、新しい消費生活について勉強したいと思います。行きましょう。最近は県内のいろいろなお店で環境や食品ロスに配慮する新しい消費生活への取り組みが進んでいるのですが、ここコープ神戸ではどうなのでしょうか。担当の井上さんにお伺いします。エコチャレ2030という環境チャレンジ目標を策定しています、はい、でその取り組みの一つとして、はい、エシカルな消費の推進ですとか食品ロスの削減に向けた取り組みを進めています。ちょっと今こう聞いたことない言葉が出てきたな。エシカル、エシカルっていうのはですね、はい、直訳すると倫理的なっていう意味になります。出た、まだ難しそうやな。すいません、もっと具体的に。あ、そうしましたら今からちょっとお店の方で商品の紹介をさせていただいて。あ、いいですね、はい、それでは早速エシカル消費を教えていただきましょう。お、こちらですか。はい、浦崎さん、ほうれん草。美味しそう。兵庫県三木市のほうれん草、はい、そうなんですよ。エシカル消費の、まあ、はい、一例としまして、はい、地元兵庫県産で育てられた野菜を積極的にコープのお店では取り扱っています。ほうほうほう、はい、中でもですね、この商品についてはエコファームのこのマークがあるんですけれども、はい、コープ神戸 の、まあ、農園で栽培、しかもこの農園で使われている肥料はお店で出た野菜くずを堆肥にして、それを肥料にして育てているということで、環境に配慮した商品、しかも地元の人も元気になれるというような商品です。自分だけではなくて誰かの笑顔につながるような商品ことをエシカル消費というふうに、はい、お伝えしています。買う人も作る人も笑顔に、はい、なれる、これがエシカル。そうですね。もう一つのエシカル商品、太もずく淡路玉ねぎ入りという商品になります。もずくっていうのはどこで育てられてるかっていうのは何かご存知ですか。それは知ってますよ。沖縄です。そうなんです。今サンゴがですね、非常に今死んでしまったりしている状況になっています、でこの商品を1パック買うとお金として1パック1円の寄付をさせてもらうっていうような取り組みもしています。このようにコープ神戸ではエシカル消費につながる商品やサービスの提供はもちろん、イベントや学習会を通じてエシカル消費を広める活動をしています。さらにこんな取り組みも。コープ神戸ではフードドライブという取り組みをしております。家庭で余ってしまった食料品を皆様に持ち寄っていただき、それをコープ神戸が地域の社会福祉協議会やフードバンク、あとは子ども食堂など60を超える団体に無償で提供している取り組みになります。またコープ神戸は食品ロスの削減の取り組みについて顕著な実績を上げている組織として、昨年度食品産業もったいない大賞の最高賞である農林水産大臣賞を受賞したんですよ。さてさて、皆さんこんなことしていませんか。牛乳、あたた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 た、近い、賞味期限近い、これがええわ、これ、オッケー。お母さん、ここに手前から取ってねって書いてあるよ。いや、ほんまや。ほな、手前から取るね。兵庫県では食品ロス削減につながる手前取り運動を推進しています。県内のセブンイレブンなど
およそ700店舗で啓発ポップを掲げて手前取りを広く呼びかけています。日本では食べ残しや期限が近いなどの理由で本来まだ食べられるのに捨てられてしまうという食品が年間なんと600万トン以上あるんですって。よく考えたらですよ、すぐに食べるならば手前の商品から取る、これが私たちにできる食品ロス削減の活動なんではないでしょうか。私も今日からやります。さて皆さん、こんなんしてますか。姫路市の公式アプリ姫路プラスの中にあるうってこ買ってこ、このアプリがですね食品ロス削減に役立つらしいんですね。早速詳しい方に話を聞いてみましょう。このうってこ買ってこ、はい、面白いネーミングで、はい、どういったものなんでしょうか。はい、まずネーミングのお話をさせていただくと、売ってエコにつながります、うん、買ってもらってエコにつながります。食品ロスとなる可能性があった食品や食材をお得な価格で情報発信していただいて、うん、それを消費者がお得だなっていうことで購入していただく、買っていただくことによって食品ロスが減らせるというシステムです。事業者もタダ、もちろんユーザーもタダ、ここがポイントです。せっかく作ったものが廃棄されるっていうお金にもならない、そこをなんとかお金に変えてあげたい。現在参加しているのは17店舗、ユーザーの数も3000人を超え順調に増えてきています。紫さん、実際にアプリを使ってみることに。おお、商品がもう出てる、こう写真で出てますね。じゃがいも、あった、嬉しいね、欲しいのがあるのが嬉しいね。時間帯を入れて、で個数入れて購入予約する、 OK。 わあ、めっちゃ簡単やん。ということで早速アプリで予約をした商品を受け取りに。やってきたのは姫路市中央卸売市場の中にある中安青果。ご注文いただいてたのが、はい、じゃがいもですね。そうです、ちょっと目出てますけども。あ、いえ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 、新玉ねぎの ね、ちょっと悪くなったやつ、いや申し訳ないんですけど、いえとんでもないです。はい、はい、455円ですね。え、455円。455円になります。これほんとちょっと豆腐買うたらこれぐらいしますか。1丁でですね、はい。これまたこんな安くなるのはなぜ。すいません、申し訳ないんですけど、うん、芽が出てきて、はい、根っことかねちょっと生えてきてるんで、まあ、これ切っていただいて、これ、うん、取り除いていただければ食べれますので、はい、同じようにじゃがいももですね、うん、芽が出てますんで、ちょっと芽出てるんで、ね、はい、そういった、ね、うん、お野菜を入れさせてもらってます。なるほど、はい。こちらの青果店では主に生産・流通における規格外品をアプリに出品しています。確かに見た目が少し気になりますが、お客さんは傷んでるものとかではなくって、なんか本来は使われるものが捨てられるんで、うん、なんかこういうのは利用できていいなって思います。安く出て手に入るっていうのも嬉しいし、うん、子供連れてスーパーで買い物するよりもうここで受け取らせてもらった方が楽なんで。実際捨てる商品も少なくなりましたし、うん、買われるそのお客さんの方には喜んで、うん、ちょっとでも安く買えてまだ全然食べれるし、ね、ロスにちょっと協力できたっていう気持ちもあるみたいで、うん、出る量は限られるかもしれないんですけども、うん、まあ、お互いの売る方と買う方のあれが需要を、ね、マッチすれば喜んでいただけるので、うん、ご利用していただければと思います。いやー、今日1日で消費生活に関する意識が変わりましたね。私たちがこう普通にこう生活をしてて、その環境ですとかこう食品ロスになんか貢献できるわけですよ。これからもどんどん関わっていこうと思います。さてここでおまけ情報を一つ。今年の4月1日からお店に並ぶ商品や飲食店のメニューに表示される価格が全て消費税込みの総額表示に義務化されたってご存知でしたか。例えば税別1000円の商品はご覧のような価格表示になります。これなら買い物の時に支払う総額が一目でわかるので便利ですよね。
ぜひ覚えててくださいね。今回は尼崎市にある阪急塚口駅前の商店街にやってきました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。塚口商店街へようこそ。元気と笑顔があふれる塚口商店街へようこそ。うちの商店街はですね、阪急塚口駅の北側に隣接する、去年まで30店舗、今年になってありがたいことに2店舗増えて32店舗で頑張って営業させていただいております。手に持っているそれは、これはですね、今年1月に発刊しまして、うちの商店街の魅力あふれる塚口商店街という情報誌になります。こちらの情報誌では塚口商店街を余すところなく楽しむ方法を紹介しています。特にですね、今回ご紹介したいのはこのテイクアウトの特集ページなんですけれども、やっぱこういう時勢なんで、塚口商店街の味をご家庭でも楽しんでいただけるっていうところで、はい、特集させていただいてます。絶品の数々です。おー、気になる。ということで、今回は塚口商店街に載っているテイクアウトメニューが楽しめるお店を3つご紹介しちゃいます。まずやってきたのは1938年創業の松葉寿司。毎度お気にいらっしゃいませ。当店ではファミリー向けのお寿司盛りや穴子飯など、お一人様でもお楽しみいただけるメニューをご用意してお待ちしております。どんなテイクアウトメニューがあるんですか？こちら、琴の5人前の盛り合わせのお寿司になっております。こちらはですね、タイ、マグロ、イカ、サーモン、焼きアナゴ、エビ、イクラ、カッパ巻きが入っております。中でもおすすめは、こちらにありますマグロでございます。はい、こちらはですね、2代目のうちの父の方が豊洲の方から直接あのマグロを仕入れることになりまして、豊洲のマグロで非常に美味しいです。他にもおすすめのテイクアウトメニューがあるんですよね。こちら、あの明石からあの入れました焼きアナゴを使ったアナゴ飯になっております。こちらはですね、あの大阪の高島屋さんでもあの催事販売させていただいておりまして、あのお日にち持ちのする冷凍タイプもご用意しております。創業、今年で83年になります。守り続けました、シャリの味ネタ、こちらをですね、ご家庭でぜひお召し上がりくださいませ。続いては商店街のムードメーカーが営む定食屋、アリクイ食堂。いらっしゃいませ。こちらのテイクアウトメニューはとってもカラフルなパーティーセット。今ってテンションなんか上がらないじゃないですか、こうご時世的に。でも開けてわーって思ってもらえるようにカラフルで、ね、いろんな食材があって、でもちろん手作りで、こうみんなが元気になるようなメニューがいいなと思って作りました。お弁当も充実しているんですよね。こういうお弁当箱に中身がご飯の上にメインと副菜と味玉が入ってるエコ弁当っていうのを今やってます。エコ弁当とは、登録料1000円でお店が用意した弁当箱を使い、次回弁当箱を返却、そして2回目以降のお弁当代が100円割引になるという、ゴミを出さないエコなお弁当なんです。あのうちで丹精込めて作ったお料理たくさんありますので、ぜひお家で召し上がってください。いらっしゃいませ。中華バル獅子丸です。そして最後にご紹介するのは中華バル獅子丸。こちらのテイクアウトメニューは、さまざまな本格中華が詰まった中華バルセット。まあ、うちの自慢としている唐揚げですね。うちは揚げてから特製のタレを漬け込んで、上からスパイスをかけてるっていうので、ちょっと変わった唐揚げとなっております。他にも石焼き麻婆豆腐がおすすめなんですよね。まあ、辛さだけではなくて、あの肉の甘みが入ってて、山椒のピリッとしたしびれも効かせている一品となっております。お家で本格中華を食べたいなら、中華バルのパーティーセットを食べてくださいね。その他、塚口商店街には
お店の味をご家庭で楽しんでもらえるテイクアウトメニューがいっぱい。おうち時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。今週の輝きさん、今週の輝きさんは自伐型林業で山を守る上垣秀和さん、幸子さん夫妻。そしてリポーターは、おはようございます、田口真理です。今日お会いする輝きさんは自伐型林業するご夫妻ということなんですが、自伐型林業って何ですかね。とそこへ現れた1台のトラック、上垣さん夫妻です。自伐型林業で山を守るご夫妻だということをお聞きしてるんですけども、そもそも自伐型林業というのがどういうことかちょっと分からなくてですね。見てもらった方が分かりやすいと思うので、はい、早速ですけど今から現場に一緒に行ってもらえませんか。じゃあぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで早速その山を見せてもらうことに。さあ山の中へやってきましたが、こちらが上垣さんの山になりますか。はい、自分の山というわけではないんです。はい、ここの所有者さんから山を任されてやってるのが、まあ、自伐型林業というか、はあ、残った木が価値が出るような間伐などをしてお返しするというような、はい、それはどういうふうに収益を得るんですか。切った木を市場に持って行ってその売り上げが収益になります。つまり山の所有者は費用の負担なく荒れた山の手入れをしてもらえるということなんです。それはでもやっぱ頼まれるってことはそれをすることに重要性があるってことですか。手入れをしないと木が倒れてきたりとか荒れ放題で所有者さんも持っていても価値がないみたいな、うん、その価値を高めるためにも手入れをしていかないと。解説しましょう。自伐型林業は小さな林業とも言われ、上垣さんのように山の所有者に代わって林業を行うスタイルなんです。初期投資が少なく少人数でも参入しやすいのが特徴で、山間部での仕事の創出にもつながり地方創生の鍵としても期待されている新しい林業の在り方なんです。お二人がこの自伐型林業をされるようになったその経緯っていうのは何だったんですか。自分が長年森林組合に勤めていたんですけど、自分に合った仕事をしたいなと思って始めたんです。奥様も以前は歯科助手とか薬局の事務したりとかはしてて、めっちゃ転職なんですけど、はい、主人が一人で山に入らせるのがちょっと不安だったし、やっぱり何があってもね、わからないですよね、山の中だったら。助けも呼べないし、だからもう自分が行って一緒に作業してたら助けれるし。夫婦で林業を始めて今年で4年目。あそこにかけるんですけど、今何されてるんですか。このピンク巻いてある木を切るんですけど、はい、ロープをかけて引っ張って切ろうと思います。その木と木の隙間に入っていかないと倒れないので、はいはい、あ、全部計算されてるんですね。木を切るのは秀和さん。幸子さんは手動のウィンチを使ってロープで引っ張ります。綺麗に木と木の間、すごいですね。倒した木は出荷用の長さに切ります。上垣さんの指導のもと、田口さんチェーンソーに初挑戦です。怖い、大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、ドキドキした。これすごいですね。びっくり、マジで怖い。田口さん怖がりすぎ。
チェーンソーって慣れれば腕力がない女性でも扱えるんですよ。すいません、なんか誰かいらっしゃったんですけど。あれ今年の1月から養父市の地域おこし協力隊で林業の方を学びに来ている高橋さんです。若い女性だ。あ、高橋さん。一連の作業の流れを手伝ってもらいながら学んでもらうという形で、はい、嘘ついて教えていただいてます。あ、そうなんですね。高橋さんは林業を学ぶために京都府舞鶴市から移住してきました。去年の10月から12月に養父市自伐型林業研修っていう初心者向けの研修があったんですけど、上垣さんのことは、上垣さんと出会ったのもその養父市の研修の中で講師として来られてたので、この年齢からでも女性でもできるかなと思って。でもどうですか、上垣さんと一緒に仕事をされて、ご夫婦でこう息がぴったりというか。仲いいんですか、お二人は。ものすごい仲良し。さてさて、別の日の現場、すでに木を切り終え山から運び出す作業です。この道は上垣夫妻が作りました。自伐型林業は小規模なので必要な道幅は最小限で済み、山への負担も少ないんです。山から運び出した木はトラックで売りに行きます。ここはチップ工場。紙の原料として細かく砕いて製紙会社へと届けられます。工場の方に自伐型林業について聞いてみました。林業はね、機械化といいますが合理化という形で大型の機械を入れてどんどん出していこうというのが、国の施策でもあるし、森林組合さんのような大きな林業事業体はそういうことをやってるんですけども、逆に大きな機材が入れない山というのはたくさんあって、そういう山を良くしていこうというか、日本の山結構そういう山がありますんで、そういう山を良くしていこうと思ったら自伐型の手切りの小さな林業 でうちのようなちっちゃな工場も一緒に共存共栄で田舎で残っていくという道は必ずありやと思います。一段落したところで森の中の自作のテーブルでお二人は昼食の時間。幸子さんが毎日作る愛妻弁当です。朝から晩まで。そうですね、もう本当にずっと一緒。え、毎日？毎日ずっと？ずっと。うわ、なんか秘訣ありますか、仲良しの。この作業一日して帰って二人で飲むのが、それがもう一番の楽しみ。めっちゃ理想なんですけど。同志みたいになってる。あ、そっか、実は上垣夫妻、自伐型林業をもっと広めようと田島山盛り隊というグループを作って活動しています。メンバーは15人、職業も年代も様々です。加古川市から主にリフォーム業を工務店です。神戸の暮らしをちょっと変えようと思って、機械使ってやるんで、女性でもちゃんと知識を得れば安全にできるっていう。もう本当に少しこうして一日活動するだけでも山は見違えるように、なんか綺麗になるし、そしたら山も喜んでるような気がします。あ、奥様はとっても明るくて素敵な方です。もうすぐ聞いとるで。そもそもはなんでそういう活動をしようっていうのを思われたんですか。もともと自分は山を持ってないけど山仕事がしてみたいっていう人がいたので、その手助けができないかなと思って。およそ半数が女性なんです。女性が半数いらっしゃるんですか。はい、山は手入れをすることで災害に強くなり、獣害対策にも効果があります。さらに資源の活用にもつながり、その価値は上がると言われています。今後こういうふうにしていきたいなって考えてらっしゃることっていうのはあるんですか。まだまだ手つかずの山林があるので、はい、そこをなくしていきたいなと思っています。主人も私も山が好きだし、自然が大好きだし、若手林業家の方もどんどん育っていってくれればいいかなと思ったりするので。林業を生業とするだけでなく、田島山盛り隊の活動もしながら、ご夫婦で支え合い、山を愛し、山を守り、そして地域のことも守ってらっしゃる上垣夫妻、確かに輝いていました。兵庫県内の新型コロナウイルスの感染者数は
依然として多い状況にあり、医療提供体制の逼迫が続いています。このため兵庫県への緊急事態宣言が5月31日まで延長となりました。これ以上の感染拡大を防ぐためにご協力をお願いいたします。県民の皆さんへのお願いです。県全域での不要不急の外出、移動、感染拡大地域との往来を自粛してください。休業や時短要請に応じていない飲食店などには絶対に出入りしないでください。また飲食店への酒類の持ち込みも絶対にやめてください。若い方々へのお願いです。路上や公園などでの飲酒は絶対にやめてください。友人グループなどによる自宅での飲み会も避けてください。家庭では感染防止対策を徹底し、ウイルスを持ち込まない、広げないことを意識した行動を心がけてください。部活動などではマスクの着用、手指消毒など感染対策を徹底してください。テレワークなどを推進し、出勤者の7割削減を目指してください。在宅勤務やテレビ会議などの活用をお願いします。飲食店に対して休業や営業時間短縮を要請しています。兵庫県全域で5月31日まで、酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店などへ休業を、それ以外の飲食店などは5時から20時までの営業時間の短縮を要請しています。引き続きご協力をお願いします。ここで番組からプレゼントのお知らせです。山と大地の恵みが豊富な加古川の河口沖で養殖された海苔をごま油と淡路の藻塩でシンプルに味付けしたごま油香る旨塩海苔を2個セットにして5人の方に、5つ星兵庫にも選ばれているんですよ。ご応募はご覧の方法で、締め切りは6月2日水曜必着です。番組へのご意見ご感想などもぜひお書き添えください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。